どうも、北澤です。今回は宝塚記念の生まれんワイド予想と厳選アナマさんと話していきます。その前に昨日、ついにアイラブテイラー号のプレゼント企画受け取り行ってきましたで。これ覚えてる方いると思いますが、3月ごろ、高松宮記念の出走を記念してアイラブテイラー号の生まれ人さん、あの中西オーナーがやってるスーツ屋さんですね、株式会社オンリーさんが、えー、スカーフとネクタイのプレゼント企画やってました。でなんと奇跡的にも。 プレゼント当選しまして、それ受け取り行ってきたんですね。で、これは動画にして来週アップしたいと思いますので、そちらもよかったらご覧ください。えー、ということで、その前にまずは宝塚記念をビシッと当てようということで予想していきます。競馬ナビゲーター,、えー。では、最初に馬券のポイントまとめ4点。枠順。まあ、1枠と8枠が有利となってます。傾向的には。まあ、ただ、この8枠よりに関しては、えー、7頭優勝が出てますが、 そのうち、まあ、4等は12番より打ち、まあ、衝動数だった時もふんあの含めてですね、となっております。ただ、そうとはいえ、まあ、8枠7章という、ね、事実は受け止めなくちゃいけないかなと思います、えー。あとはもう純粋に多等数にもなったし、そもそもこのコースの傾向として、一枠、1番から6番まではめちゃくちゃ復習率高いので、そこも注意ですね。そして展開、4コーナー6番以内が理想。 過去10年の馬券圏内、そして勝ち馬を見ていくと、やっぱりある程度の位置に4コーナーでいないといけないですね。一つの基準が6番手いないかなと思います。それより後ろでも、まあ、2、3着来ますけれども、まあ、勝つという観点で見ると、前目がいいかなと思います。そして前走ステップ別。やっぱり天皇賞春、もしくは大阪杯組ですね。えー なるお記念ですとか、目黒記念も来ているんですけども、まずはこの格の部分も重視したいなと思います。決闘、まあ、サンデーサイエンス系なんですけど、まあ、ステイゴールド、ハーツクライといったとこはこう相性。ディープインパクトンクも来てるんですけど、面白い傾向として、ディープサンクは牝馬がほとんどですね。ボバできたのがダノンバラードのみというところ。あそのあたりで面白い傾向、まあ、レースの適正質ともかか関わってくると思いますが、 データになってますあとはキングカメハメハ、まあ、キンカメそしてキングマンボウの血を持つ馬ですね。そこもよく来ています。ちなみに過去10年の3着年は30頭中26頭が実に4歳から5歳。迷ったら若い馬がいいんじゃないかなと思います。まあ、展開予想。まあね、非常に奇跡の出方によって変わってくるので難しいですね。スムーズに出れば 奇跡だと思うんですけど、まあ、出遅れ癖もありますし、あとは普通に出ても最初のね、えー、点のダッシュ力、サンハロンがあんまり速くないので、いけない可能性もあります。そうするとダンビュライトの方が総合的に見て、花切る可能性が高いかなと考えます。ただ、奇跡は、まあ、途中からでも、ね、花いってしまう可能性がありますで。今回も緩めのペースになりそうなので、えー、十分、1コーナー、 前後から花を切る可能性もあります。そして、その次の、まあ、好意集団ですかね、当選するやラッキー・ライラックス・テッフィリオとか、えー、というあたりでい、えー、くかなと。で、ワグネリアもまあ、好意、中段ぐらい、有力な中では比較的前を取ってきそうな気配がします。そして、えー、まあ行為、好意、中段サウトゥナリア、モーズベルド、クロノジェネシス、ブラ,トブラスト・ワンピースがまあ、どのあたりかなとは分かりませんけど、勝ちを狙っていくのはある程度のところ。 取るんじゃないいかと思いま,すまあ以下ですねこのような形で、えー、まあ流動的ですね枠とかスタートの問題もあるので何とも言えませんけれども、まあ、過去の傾向だったりメンバーを踏まえてこんな展開予想うしておりますではパート1人気場診断からいきますまずサートルナーリア想定一番人気、まあ、特に 説明しなくても実績面っていうのは皆さん強いと分かっていると思うので、えー、多くは語りません、まあ、東京での2戦以外は強いですしアーモンダイと並んで現役最強場のうちの1頭だと思います負けた2戦も東京というよりかはまあ気象面の問題、えー、まあこれは常々語ってますけど、まあ、そのあたりは問題だと思うので引き続きの無観客っていうのはプラスですねそして皐月賞有馬記念からハイラップや 多少力が入ればもう、OK、だと思いますどうしても、まあ、金小将とかその前のレースも踏まえてスローからの瞬発力比べ33秒台32秒台が得意って印象がありますただ点から流れた皐月賞有馬記念でも構想しているのでやはりそうなると負けた時は気象面の問題とかその辺りじゃないかなと思ってますなので右回り阪神多少馬場が力いるようになっても有馬記念から こななせるんんじゃないかと踏んでます一方で一応人気馬診断なんで不安定も挙げておきます。まあ、非根幹距離の適性ですね。初めての 2200m というところ。1008は2歳の頃勝ってますので、えー、全然非根幹距離いいとは思うんですけどあ。ちなみに非根幹距離というのはあの400で割り切れない。えー、1008200とか2500とかですね、えー。対して根幹距離というのが400で割り切れる。 1> 1, 6, 2, 000, 2, まあ、王道のレースが行われるレースのことを指します。で、えーまあ、この宝塚記念2200という G1 の中では特殊な、まあ、非根幹決めで行われるレースです。まあ、その影響も、まあ、微妙にね、レースの質度が違ってくるんですけど、過去10年見ても主流血統、えー、なんか噛んでるな、主流血統とかね、あのもしくは他のレースで2000、えー、2400で強いレースをしていたままが 直に負けるというシーンが結構ありますね、まあ、ブエナビスタもジェンティル・ドンナも、えー、そしてドラメンテなども2着から3着というところで過去の傾向的に見ると、まあ、キレとか他の東京などで強い馬が、えー、まさかの取りこぼしで23着というのがあるレースですねそこを踏まえて、えー、ちょっとあもしやのシーンもあり得るかと、まあ、とはいえ軸は僕はこの馬からいきますね 続いて想定2番人気ラッキー大楽なんと言っても昨年のエリザベス女王杯から充実著しいです一段階馬が強くなったのかなと思うほどの強さを示していますそしてさっき話した非根幹競技の話ですけど当然エリジョが2200そしてその前は 1800m で結果出してますのでこの辺りに関しては強みがあると思います 一方で不安定、金層、前半3波の最初の 600m が緩くて、もし速いペースになったときに、位置取りが後ろになってしまう、またはそこで足を使って、最後の正足、残り 600m で、やや鈍るという可能性はゼロじゃないかと思います。まあ、そうとはいえ、今回もね、そんなに速くはならなそうではあるんですが、そして過去10年、6枠に入った馬の復勝率が5%ということで、低いですね。 まあこれは巡り合わせだったりレ、メンバーの6枠に入ったのは質もあるんですけれども、そうとはいえ、えー、まあまあ外から来られたりとか、うちからと、内外に挟まれる、ちょうどこの5、6枠があんまり成績が良くない、まあ6枠、7枠か、えー、というところで、この5%でもちょっと気になるかなと思います。そして想定3番日、クロノジェネシス。 えー、評価点、まあ、週刊賞宝塚記念から2200の距離も OK だし、えー、週刊賞はタフな馬場、そして前半から飛ばし気味に入っての展開での構想となると、まあ、この梅雨時の2200、阪神、そして万が一ハイラップになってもこなせるのは結構、クロノジェンスの強みかなと思います。そして何よりデビューから10戦全て掲示板を確保ってすごいですよね。抜群の安定感。 でねえー、最大で負けても0秒4とか、まあ、0秒5以内で踏ん張ってるっていうのはもう評価すべき点だと思います一方で不安定は前半3波論が速くなると位置取りがもしかしたら後ろになるかもしれないさっきのラッキー・ラー役ックと一緒ですねあの筋走結構緩めの前半3波論しか経験していないので周回衝は速かったですけどねそこで想定外に速くなって足を使わされると まあ最後のための部分でっていう危険性は一応書いておきます。あとは13番より外から馬券圏内に来たのが過去10年で4頭のみっていうところです。まあ、8枠が7勝しているので、外悪くないじゃんって思うんですけど、まあ実際ね、えー、まあさっきも話しましたけど、8枠で勝ってる11番、12番の時が12頭当てとか11頭当てとかが時のもう含んでおります。なので実際、そのね、 えー、多頭数になった時にじゃあ13番より外どうなのかって思うとまあ、多少やっぱり距、ね、離ロ,ロスとかそういうのはあるかなと思うので一応書いておきます、えー、そして想定4番日記ブラストワンピース、えー、2 2 0 0ルタフな場合になりやすいこの梅雨時の阪神は歓迎だと思います、えー、AGCC から2200もこなしてますし札幌とか買っている点踏まえて多少 パンパンの両馬より緩い馬場というか、まあ、時計がかかる方がこのままいいですねそしてバレれずにさばきやすい大外はこの馬にとってむしろプラス、まあ、さっき、あのー、なんか8枠が非常に勝ってるけど一方で距離安もあるよっていうね、えー、さっきは今話したばっかりなんですけどこの馬ままにとっては、まあ、ハービージャーサン3区というのもあるし、うん、内枠でごちゃごちゃするよりは外からスムーズにバレ、えー、れずにさばける 気分よくいける方がかえっていいんじゃないかなと思いますそして不安点、まあ、点があまり速くないのは不安ですねまあ、特に危険そうゆったりとしたベースまた後ろからの競馬になりつつあるのはちょっと怖いかなと思いますそして想定外のスローなって瞬発力性になると不安もあるかなと思いますうんまあ、前回に関しても非常にね前打ち売りな展開の中頑張ってますあの もううしょうがないですね。前回はまあ上がりの差というところもあるし、えー、レース室に合わなかったので配線自体は気にしていないです。で宝塚棋院に関しては上がり34秒台要求されませんし、まあ、これはね両側だろうと道原だろうと、まあ、ペースとかラップ的な部分でもう35秒台をも前半で走れれば十分馬券圏,圏内来るレースなので、えー、そこのねとこに関してはプラスじゃないかなと思います。 なので、まあ、万が一、超ドスローになって34秒台とかならなければ、えー、非常に舞台は合ってるかなと思います。では、パート2、お待たせしました、も穴候補です。では、穴候補、1投目から。まず、奇跡。まあ、ここ2戦は、阪神大将での大出遅れから、そして、天狗春も途中、ねえー、スタンド前に来て、一気に、 行っってしまとというところで、まあ、ペースがあそこで速くなりましたね。その辺りでちょっとね、リズムが残念ながらうまくいかなかった。なので巻き返しのうちあると思います。で今回も徹底先行型、花主張型が不在です。ここは、まあ、スタートから行けばベストですけど、途中からでも、1コーナー、2コーナー辺りからでも花を切る展開が期待できます。そして当レースは、キングマンボウの血を持つのが好相性ということで。 えー、ステゴールドハーツくらいに負けず劣らず、えー、キングマンボロチ、まあ、特に金亀名の3区のね、決、え、闘、ー、ですね。好愛称ですので面白いと思います。昨年の宝塚以来連帯がありません。ただ、海外遠征や出遅れなど、敗もあるかと思います。何よりこの馬はスタートが鍵です。スタートさえ出遅れずに行ってくれて、スムーズに折り合ってた中、注文多いんですけど、 それが叶えば粘り込みがあってもおかしくないかなと思います。アナコホ2投目。マグネリアン。まあ、約半年ぶりの大阪え、はい、それをね、よく考えたら約半年ぶりってのを思えば上々だったかなと思います。えー、まして、まあ最後、前内有利でしたので。まあうちをついて伸びてきたんだけれども、休み明けの分伸びきなかったのは仕方ないかなと。そしてジャパンカップ構想大幅。あの3着から、 万が一タフな場は想定以上に雨が降っても問題ないと思いますそして金層のレースぶりから比較的前目を取りに行きそうだなと思います安城をね乗りに乗ってますし、えー、ここはちょっとある程度の位置を取りに行って粘り込む競馬してほしいなと思ってますで神戸新聞班以来勝ち星ないんですけどまあ落鉄したとかね、えー、瞬発力戦の東京戦でちょっと合わなかったとか ままあいろいろ運がなかった部分もありますこうスタートからまあねできれば56番って追走してほしいなとは思うんですけどもう,もうちょい前の場合によってはその辺りで最低でも4コーナー6番手以内で迎えられれば一押し一伸びして粘り込みあってもいいんじゃないかなと思いますで一つ不安点がですねワグネルアンが幕引きがするというところですね 僕はもう、まか引き、何度となく、騙され、騙されたというか、勝手、ね、後半、来なかった、という思いがあります。まあ、皆さん、ご存知ですね、このチャンネルの視聴者さんは。で、まあまあ、そもそもワグネリアは、まかひきに限らず、まあ、3歳の頃、前半まで瞬発力で勝負をしていたディープサンクが、まあ、年を経て、スランプになったり、徐々にパワー型になってきた場合、そして連帯をずっと外し続けている場合は、 もうとりあえずもう、ね、消し続けた方がベストという話はあります。まあ、これはもう、血統評論家の亀谷さんもよくおっしゃってますし、まあ、僕も血統の教科書という本を見て勉強したので、そこについては賛成です。まあ、ただ、バグデニーに関しては、実は2歳の頃こそ瞬発力、イメージありましたけど、ダービーを勝った頃には、まあ、あのレース大外から位置を取りに行って、最後直線で一伸びという感じだったので、 むしろあの時点で若干持続力パワー型にシフトしてたんじゃないかなとちょっと思ってます。という点を考えれば、まあ持続力型に関してはね、パワー型に関してはディープサンクの中でもまあ小判になってもいけるんじゃないかと。そして、やっぱりこの馬のレースぶりですね。えー、まあ神戸新聞版以降も、まあ、札幌県に落立したとか、まあ、天皇賞秋に関しても、まあ、 早いタイム、早い上がりの中でちょっと若干適性が向かなかったかなという点、それを考えたらむしろ今は阪神2200が合うんじゃないかななんて思ってます。そこに一流の望みをかけつつ、ちょっと紐で面白いかなと思います。では、穴候補3投目、ここはね、爆穴というか、なんというか、ペルシアンナイトです。このまま結構僕も、まあ、好きで、 ね、何回か狙ってきた馬ですけど評価点、まあ、2年前の大阪杯2着から距離はギリギリ持つはずなんですで兄弟、まあ、お姉さんとかね兄貴の部分で2200も勝ってたり連帯してるんですよねワークホースの3区とキングカメハメハの3区で親父は違うんですけれども兄弟もこなしてると言って、ねまあ、ギリギリましてね今回まあハービンジャー3区ですので まあ、持ってもおかしくないそもそもこの馬は本当に16008ベストランだったのかという、ね、世間の声もありますし、まあ、お母さんがねどちらかというとまあそういう16008系だったのねとは思いますが、えー、というところで2200もこなしてもおかしくないというところそして昨年秋のマイルチャンピオンシップ3着からまだ馬自身は終わってないと思います、えー、そのあたりのまだ能力はいけると思う そして関西圏で大崩れしたのは昨年の大阪杯のみで実は京都阪神とかねまあ中京も金庫所4着ですけどまあ掲示板確保してますし関西圏では大崩れしていないんですよね、まあ、当時の大阪杯昨年はまあ両発表ながら結構重め特殊な場だったと思いますし、えー まあ金小賞休み明けからの中2周というローテもちょっと影響したのかななんてまあプラスに考えると分析してます安田記念ももうねこのままの上がりは使ってます、えー、もうあれ以上はね厳しいかなと現状なので気にしてませんそれよりも戦力で早いペースを経験したことで今回内枠ですし絶好枠ですしえその早いペースの経験からこのままも 前目の位置が比較的ダッシュ力がついてという、まあ、これもね希望込みの推理とはなりますが思ってます。まあ、あとはちょっとねうん、まあ、内枠そして和田騎士ということで結構穴づきが目をつけそうだなという感じがするので、えー、もし穴人気になってしまう可能性はありますがうんあえてもうみんなが見限ってる人も多い中で狙ってみるのも面白いかな と思ってますまとめ、まあ、いろいろ言いましたけどあのこのような強い、えー、東京など他のところでね、えー、王道の競馬をしている23着の可能性が傾向的には見て取れると言いましたがなんやかんや言ってサーテゥナリアの強さを尊重して、えー、生まれんワイドの軸にはサートゥーそしてひも穴面白い匂いとして今話してきた3頭を買ってみたいと思います。 阪神競馬場、土曜夜から日曜にかけて少量の雨が降る予報になってました。先ほど見たら。ただ、そんなに降らないかなと思います。ね、二日前の予想だし、もしかしたら一滴も降らない可能性もあり得る。まあ、とはいえ、どちらにしろ宝塚記念は、あの、まあ、ラップ構成だったりとか、えーまあ、そもそも、やっぱり馬場がちょっと時計かかり気味な時期というのもあって、上がり35秒台あれば十分馬券圏内来れます。まあ、34秒台不要。 その影響もあって、ちょっとね、えー、意外なものが来たりしてます。その意味で、今年も単勝、もしや、もしやの激走もあるんじゃないかなと、穴付きとしては思ってます。以上、今回は宝塚記念の予想をしてきました。まあね、神を締めくくるグランプリレースということで、非常に楽しいレースになったなと思います。まあ、そこで馬券も取れれば、よりハッピーということで、えー、頑張ってね、予想していきたいと思います。ウィン5に関しては、 土曜日の夜ですねまあ、サーテルか、もしくは、今考えてるもう一頭あの馬ですね。オー大ックのあの馬にしようかななんて思ってますが、ちょっと検討していきたいと思います。では、今回も動画は最後までご覧いただきありがとうございました。よかったら、グッド評価、チャンネル登録お願いします。では、また。